3人でね、ギターボーカルがしたい、ギターボーカルがしたい、ベースボーカルがしたいとなんか作った変な、なんかアルフィーみたいなユニットなんですけど毎回バンド名変わるんですよね。最初アンドモアで、次なんだっけ、ロリータコンプレックスフロメールだったっけで、今回トワイライトワンハンドレなんですけど、これ由来はさっき言ったんですけど、黄昏100円何年前だっけ、あれ黄昏って何年くらい前だっけ、7年ぐらい前のリーフだったっけ、リーフのエロゲー、なんか発売してすぐワゴンセールで100円になっちゃったっていう伝説のあの伝説のエロゲーなんですけど、今回ちょっとなんかその曲をやりたいなということになって、で、まあ、誰も知らねえかなと思って、知ってる人いますか、黄昏。おーでっかつ一緒あごめんなさい、ちょっと身内でその曲のオープニングの旅人という曲をやりたいと思います。あ、でもその前ごめん、あとそれは次の曲で、この本当の次の曲はあの38度の夏祭りこんな日は本当にやりそうだしこいつら。あ、まあ、本当の3曲目は、デジモンアドベンチャー02だったっけ、02のオープニングのターゲット、そうです、それと旅人、100円の旅人いきます。いつか、あ、ごめん、ちょっと水飲ましてこれ喋りっぱなしないから本当しんどい。お水美味しい。美味しい。すごい美味しい。さっきこの子さ、ギターがな上手くなるお茶とか言ってウイスキー飲んだからさ。そりゃ乾くな。な。お水美味しい。お茶美味しかった。とっても。じゃあ聞いてください。あダメ？覚えるか？お茶おいしい。I'm not afraid to die.
しやがれ勇者はI'm sorry.
いい曲が100円なので。しかもゲーム付き。フリスビーです。取り置きにいいですね。多分もう100円じゃないかもしれない。逆にレアになってるかもしれない。今の曲。